ホッケ飯場作りますじゃよ。まずは原点に戻り、ここ前を2号研ぎますじゃよ。三浦璃恵子かよ。ダイヤモンド愉快の元嫁かよ。ミーは羽田エリカさんが好きだ。不思議なことに水道の蛇口をひねっても水が出てこないので、神社で汲ませてもらった水を入れますじゃよ。入れとけば美味しい本だし小さじ1。絞りたて生醤油も小さじ1。かき回して、生姜を少々入れますじゃよ。生姜は、食欲を促し消化を高め。マイバスケットで買ってきたホッケば入れますじゃよ。クローズンからのスターテン。オーピン、ホッケの香りが広がって、美味しそうに炊けてますじゃよ。貧乏人のくせに気取って骨なんて取ってんじゃねえぞ、こら丸飲みしたらんかい。骨を油で揚げて骨せんべいを作る予定なんだ、こら酒のあてに最高だろ。骨まで食べてもらって、ホッケさんも喜んでますね。何がホッケさんだ、こら急にイケメンを前にした時の喋り方になってんじゃねえぞ。喧嘩をやめるだに、みんなで仲良く食べるだに。何おめえも一緒に食おうとして。